2022年度、立川ビー学院、学科に関しての、登記講習及び直前講習会のお知らせです。現在、画面に出ているような形で、2022年度の学科の登記講習直前講習会を行います。学科は3パートに分かれてまして、美大英語、美大国語、そして美大小論文があります。この美大英語と美大国語というのは、それぞれの科目の 演習を行い、効率的な学習方法を提示し、そして合格へ導く、そういった授業を行っていきます。これもですね、丸一番、丸二番で、登記講習会というパートと直前講習会というパートに分かれていきます。原則ですね、1番、二番、両方ともですね、長文を中心に行うんですが、丸一番、登記講習会の方はですね、知識型に偏りまして、で、丸二番の方は、 演習型、いわゆる実践にかなり近づけてやっていくような形になろうと思います。まず、登記講習会の方からです。登記講習会は12月22日木曜日から31日までの土曜日、時間の方は朝学科ということで、8時から9時20分の80分かける1コマ、これをですね、10日間ありますので、10コマという形になります。前半の5日間が国語、後半の5日間が英語というふうになります。 これはですね、セットで連動講座として行いますので、どちらか一方だけの受講はできません。10日間をセットで受講してもらうような形になります。例えば、英語に関しましては、5日間という短い時間ではありますけれども、知識分野に関してまとめを行っていきたいと思いますので、例えば、初めて受講される外部受験生であったとしてもですね、そこの最終的な知識の整理ができますので、 え、効率良い学習方法ができると思います。え、これまでやってきたことすべてをやるわけにはいきませんけれども、えー、本試験の時に、例えば何点かプラスになるような、そういうような情報も入ってるかと思いますので、ぜひ検討してみてください。丸2番の方は直前講習会ということで、これがですね、年明け2023年、 1>, 1月2日から行っていきますが、直前講習会、こちらはですね、美大英語、美大国語、こちらもですね、まんべんなく両方同じコマ数を配置しております。2023年の1月2日から7日まで、まずここが最初のパートなんですけれども、8時から9時20分の80分かける1コマでまず行いまして、その他ですね、10日、16日、27日から30日ですね、 27, 28, 29, 30, この4日間で、これはですね、実践演習を中心に行っていく、受験直前、最後のまとめになる非常にですね、大事な時期だと思うんですけれども、こちらもですね、合格に導くための実践、この演習をやっていきたいと考えております。今回の直前講習会14コマが設定なんですけれども、大変に受験生が頑張っているということで、サービスコマということで、プラス6コマつけまして、 8日、日曜日、9日の月曜日ですね。これは祝日になるんですけれども、ここをさらにサービスコマとしてプラスしまして、9時30分から16時、それぞれ4コマずつ行いたいと思っております。国語と英語、直前講習会も偏りがないように、バランスよく英語と国語を全く同じコマ数配置してますので、非常にバロメーターとして直前期のですね、一つのリズム、 えー、ということで、早起きはとてもいいと思いますので、非常に効率の良い勉強方法ができると思いますので、こちらも検討してみてください。そしてですね、丸3番として、美大小論文があります。こちらはですね、小論文に特化して、まあ、特化してというのはですね、これは多摩美術大学ですね。ターン美術大学の400字の小論文がありますので、多摩美の小論文に特化した対策を行っていきます。17字。 から19時50分、これが5日間ありますので、1日が8 0けるになりますので、全部で10コマ分になります。10コマ分かなりありますので、直前期の小論文のまとめとしては、極めて良い時期かなというふうに考えておりますので、特に多摩美術大学を第一希望としている受験生の皆さんには、受講をお勧めしております。 またですね。この美大ショーンループに関しての詳しいことはですね北山講師の方からですね。また、あの別の動画でお伝えしたいと思いますので、その旨また参照してください。以上になります。